ちもちルームの配信は今日か明日です。迷ってる。そうでみんなが来れる日の方がいいかなとかもどうしようと思ってます。なんかまだね、あのなんだっけ、あのブログみたいなやつが上げられるらしくて、これからブログの機能をね活用していこうと思ってるんですけど、ともちんありがとう、くまさん、そのブログの機能のなんか登録がなんかうまく今できてなくて、もうね書いてあと出すだけなんですけど、それとかをできるようになったらちょっと生配信の方も登録というかなんかやっていきたいなって思うんですけど、全然ねちょっと使い方が難しくてできてるか分かんなくて、ずっとマネージャーさんに聞いてます、これこうですかみたいな、難しいと思いながら。ジンくんタワーありがとう、ありがとう。わ、使い方講座、え、なんか送られてきてたんですけど、私説明書なんかちょっとよく分かんなかったんですよ、みんなも分かんないって言ってて、よいしょ、あ、危な、今日もしかしたらそのもちもちルームにて生配信があるかもしれないです。小規模なのでね、皆さんぜひちょっと入ってみて登録してくださったら、まあそこでしかできないお話だったり、まあなんか作戦会議だったり、ちょっといろんなね話をしたいなと思うんですけど、今日はこのあと、まあ、5、6時ぐらいにちょっと私のねボーリングの動画を見てみたいって人が結構多かったんですよ。でもちょっとね嫌だなと思ってたんですけど、私のこと好きな人しか登録しないだろうと思って公開しようと思ったので、ぜひねその時間までに登録してくれたら多分見れると思うので、ちょっと動画とかでもなんか普段私がなんかよくやってる面白いこと面白いことは草、あのなんて言うんだろう、動画とか私あんまり出さないんですけど、ツイッターとかでちょっと定期的に出していこうかなって思ってます。配信もねちょっとショールームの回数減っちゃうかもしれないんですけど、ちょっとそっちの方は結構たくさんやっていきたいなって思ってます。もちろんショールームもやりたいんですけど、もしやない人も登録してくれますか皆さん。流星ありがとう、みんなしてくれました。ちょっとでもね、あのちゃんと登録してくれた方に満足してもらえるようにちょっといろいろ考えていますので、まあでもサインが最初はもらえるので、あのなんか申請みたいなのしなきゃいけないんですけど、もちもちルームだけありがとう、嬉しい、モーニングって聞いたマジ嬉しいんだけど、そうなんか私その動画とかをねあんまりねこう出してなかったんですけど、ケンケンありがとう。なんかやっぱいろんな人が見るところだとやっぱ恥ずかしいなって思っちゃうんですよ、けど私のことが好きな人だったらまあ許してくれる動画とかもあるかなと思ってよし、ちんくんタワーありがとう。これはあのトナカイと木です、ありがとうございます、ありがとう。確かに何人も推しがいる人はちょっと難しそうですね、けどぜひあの撮ってください、登録してくれた方には。毎日ねブログも書きたいなと思ってるんですよ。ひで星ありがとう、アメブロをねそうもやってないじゃないですか、だからそっちの方でブログとかでいろいろ更新していきたいし、まあ、モバメとのねちょっと差はつけたいなと思うので、
ちょっといろいろ試行錯誤は必要かなって思うんですけど、もうちょっとだけしたら何ぐらいしますね。そうでも新しいなんかファンクラブみたいな感じの媒体なので、ちょっとね楽しみなんですけど、まあ、これになんかモバメとかついてきてたらなんかめっちゃいいなって思うんですけどね。なかなかそうもいかないんですかね。文字制限ないんじゃないかな、あるのかな。ちょっと点数し減るの、逆に減らないですよ今年はね、ナーベありがとう。そのなんだっけ、毎日ツイッターでおはようツイートをするっていう目標を掲げて、まあ、やり遂げたのかな。通知機能ないらしいね。私あげる、まあ、あげたって言うわ。じゃあそう、なんか毎日おはようツイートをするっていう目標を掲げてたんですけど、そうでもあのそのなんだっけ、もちもちルームでおはようツイ、おはようっていうのを出すとか、ちょっといろいろ考えてるんですけど、なんかそういう作戦会議をね、ちょっと配信、そっちの配信でしたいなって思ってて、またちょっと考えてみますけど。ひゃーかわいい、ありがとう。はじめまして、野原しんのすけのすけ、ありがとう。もちろんあのショールームもねしたいと思ってるんですけどね、ショールーム私好きだったから、なんか配信2個ってなるとやっぱね、登録してくださった皆さん見てくれるので、安野ありがとう。ちょっと写真のね枚数を増やさなきゃいけないんですよ。私毎日写真パシャパシャ撮んなきゃいけないので、今日も可愛くメイクしました。はい、ということでね、またちょっとこの10人だけ、うすごっ初回10人結構すごいな。その中に私がいるのは嬉しいな、すごい。すごいね、難しいんですよねこの機能。ちょっと初めて使うので、 Twitter にインスタとかは使ったことあるけど、ちょっと難しいなって思ってはいますよ。みんなも難しいのかな、どうなんだろう。そうです、ここに来てる皆さんはぜひ私のツイッターやインスタの方から飛べるのでね、ぜひ見てくれたら飛べると思うので、ファンクラブぜひ加入してください今登録したら、そう私が今からあげる限定の動画が見れるので、ぜひ登録してください。コメのくらありがとう。そうです、今登録したら見れますよ。そしてサインももらえるので、サイン入り生写真、皆さんのニックネーム入りなので、例えばももかちゃんという方が私のこと登録してくれたら、ももかちゃんへサイン書きますので、ぜひ、まあ、一回お試しとかでも全然いいので、ぜひ登録してみてください。おすすめですよ。インスタ、そうインスタ、インスタね、もっと投稿しないといけないんですけど、あの外に出なさすぎてどうしようって感じなんですよ。今だけすごくお得なのでサインをもらえるの。フェオレありがとう、星。カネゲンありがとう。そうですね、ちょっと今からじゃナングラをしていこうと思うんですけど、ナングラのタイトルこちらです。思わず二度見してしまうクリスマスプレ、クリプリになっちゃった、クリスマスプレゼントインスタライブ。あ、インスタライブ私やってないな、確かに今度やりたいな。雨全然大丈夫だったよ。まず二度見してしまうクリスマスプレゼント、なんかいい案ありますか。
二度見か、なんかホラー系で行くか迷うよね。頭カチューシャつけて思わず二度見してしまう。 TikTok ライブなんかできないらしいできないらしいわ。やりたかったけど二度見か。二度見してしまうクリスマスプレゼント、いいんじゃない、驚き覚える方、それは私がやりたくないだけだな二度見してしまうクリスマスプレゼントか。金子さん系ね。あーいいですね。宝くじ、うわ二度見するわ。あーでも分かんないのか、一等の宝くじとか。あなんかさ二度見しちゃう、だからさなんか当たってるやつとかのがいいんかな。なんか例えばその宝くじみたいな感じのやつで、なんかもう当たってる一等賞みたいな感じのやつ、なんて言うんだろう。例えばローソンのあれで言えばラストワン賞が入ってるみたいな感じの。次の選抜票、うわーめっちゃ二度見するわ、5度見ぐらいはするわちょっと面白いかも。次の選抜ね、選抜いいね。クリスマスプレゼントで選抜発表はおもろすぎでしょね、面白いかも。ちょっとなんか考えてなかった部門だったわそれ。すごいなみんなね、面白いね。私5度見以上はするわ。選抜票いいかもしれん。ちょっとこんな一瞬で決まることある。私のさファンの方さ、なんか考える力強すぎてさ、私なんか全然違うこと考えてた。いや微妙にせ、確かにそれも見るわ。スシローの皿マジで週に3回ぐらい行くんだけど、通帳とハンコやばい、婚姻届誰と結婚するんや、もう記入済みの結婚届とか、あ婚姻届か。でも選抜票いいですね。なんかみんなが気になる、ファンの人も気になる、私も気になる、いいんじゃないですか。めっちゃ早く決まったんですけど、決まったでいいのかな。あなるほどね。もう選抜票か、選抜票紙が入ってるっていうのもありだね。確かに結婚指輪はびっくりするわ選抜票いいかもね。綱吉あたりがとう。選抜票で決定でいいですかね皆さん。もうこんなに早く決まると思わなかった。どうですか、いい？これ優勝できるかな。私いつも選ばれたことないんですよ基本。なんか選ばれる人毎回一緒だから、私選ばれたことない。みんなセンスいいんですよね大阪の方、やっぱりうまい、普通にもう憎めないぐらいうまい、すごいよね。神戸の黒ありがとう。ファイナルアンサーいけますか皆さん、これで。お、いいと思います、ありがとう。じゃあ選抜票で決定しました、イエーイ。これ私何分ぐらいも配信してんだろう今。あ始まったばっかだよね、さすがに。あ15分だって今。どうしよう
どうしよう。まあもうちょっとだけ配信しようかな。じゃ、そっか、決まりました。ナングラ、ナングラ消そう。じゃ、トラップ、いやもう決定でいいかな。はい、オッケー、トラップ変えた宣伝してて死ぬそう、もう決まっちゃったね、私は綺麗にはなれないんですよ。顔が幼めだからムチムチルームの文字、あれ全部自分で書いたんですけど、めっちゃ難しかった。もちもち、最初ルームもなんかふわふわの文字にしようとしたんですけど、書けなくて英語にした。ぜひ皆さんもちもちルームに入ってみてください。あれね、自分でその加入してくれた登録の数が見えちゃうんですよ。だから一人増えるだけで嬉しいってなるので。でもね、聞いてください、ちょっと待って、はい、もちもちルームです。これはもちルームです。まあほぼ変わんないんですけどリザル、ありがとう。欲しい。ぜひもちもちルーム、私のツイッターからインスタから飛べるので、ぜひ飛んでみてね。ファンクラブです、こちらは。なんだっけ、なんて言おうとしたんだっけ。あ、そう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 、なんだっけ何回なんだっけ、なんだよね、え、何落としたんだっけ。ボーリング動画はこの後です。17時18時ぐらい。大文字じゃないよ、小文字だよ。もちもちルーム、何話そうとしたんだっけ。もうマジここまで来てた。なんだっけ、もちもちルーム、なんだっけな、あ、そう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 、ボーリング動画をね出しますって言ったら登録者が6人ぐらい増えました。マジで出してすぐぐらい6人ぐらい増えて、今はまだ分かんないんですけど、多分もうちょっと増えてるんじゃないかなって思うんですけど、そう、効果ありみたいです。私のボーリング姿を見たかったらしいです。伊藤ちゃん、ありがとう。その一人より、おもろ本当に出すんでね、登録者数分かっちゃうんです。YouTube 登録者数的な感じのやつに。そうね、写真サイン書くときにニックネーム書くから、どのファンが来てくれてるか、そして来てくれてないかが分かってしまいます。そうそう、誰がとかわかんないけど、もちろんそこはね、なんて言うんでしたっけ、そういうの、人権が守られてるもちもち、え、絶対違う、私 R 大文字で書いてない、マジ。まあ何でもいいんですけど嘘、私 R 小文字で書いたんだけどな。あ、個人情報保護法です。そうです。まあでもね、え、やば、300点、やば、私100点とかですけど、100、一定120点とかだった気がする。でも3回、人生で2回ぐらいしかやったことない。今年が初めてやったボーリングは。なんでちょっと動画を見て、ちょっとね
おーっていう、あーダッサー投げ方っていう感じで見てください。そうです、皆さんね、みんなニックネームかぶり多いとかあったみたいで、ちょっと、ね、そのニックネームでもしかしたら書けないかもしれないんですけど、そうです、ツイッターね2万人いったんです、嬉しい、ありがとうございます。今年の目標が、今年最後の目標がツイッター2万人、もちろんインスタもね5000人行きたいんですけど、ちょっとインスタ更新全然できてないので、ちょっとどうしようって感じなんですけど、言っておいてって感じなんですけど、ちょっとインスタライブとかもできたら今年中にあと1回はしたいなって思うんですけど、それキャンペーンに応募しなきゃいけないので、皆さんキャンペーン応募してください。そう、ツイッター2万人来ました、ありがとう。なのでね、皆さんぜひ加入して、待っててください。まあ、何グラム決まったのでね、あとはちょこちょこですかね。髪伸びたよね、早いの、今日切りに行こうか迷った、さすがに早いかと思ってやめたけど、また来たこの子って思われるからさ、絶対だって2週に1遍メンテナンスカットしててやばいっしょ。今来た、おはよう。昨日ね、なんかその勢いで違うとこで降りちゃって、なんか間違えた、普通に私が降りようと思ってた駅と違うとこで降りて、はい、最悪、間に合わなくなった、ごめんなさい。もちもちダイアリーっていうねブログみたいの出していくので楽しみにしててね。一週に一遍やばいよ、でボブって1ヶ月に1回切りに行かないとちょっとガタガタになるんで、私は2週に、じゃあ間違えた、1ヶ月に一遍切りに行きます。自転車苦手なのであんま乗らないんですけど、夜はそのファンクラブの生配信したいんですけど、あのね、登録ができてなかったらもしね無理なんですけど、今日やりたいなとは思ってます、個人的には。なので入ってね、もちもちダイアリー何書こうかな、目とか身の毛が口に入りそう、うん、入らないかな。けど公演の時に口にチェックつく、髪の毛とかこうやって、そう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 、新しいファンクラブの配信みたいなのがあるんです。どんな感じなんだろう、ちょっと気になるんです。アプリ入れて、ちょっと登録が本当に難しい、もうね難しすぎて、本当ずっと聞いてる、マジでうるさいやつだと思われてると思う。イカスイで大変なこと、なんか大事なコンサートとか、それこそ次の日、まあ次の日までは全然へこんでるけど、ちょっとお腹空いたなって思って食べようとしたらめちゃくちゃ膨らむから、ちょっとダメですね、あの本当にその後になんかあるってなったらちょっときついかも、膨らむ、食べれない。配信頻度とか、いやそうだね、それ自分で決めれるからどうなんだろう。私は結構増やそうとは、増やそうとはっていうか週2、3、4とか普通になんかやりたい時にできたらいいなって思うんですけど、なんか
みんなと普通に喋るだけ。なんか目的持って配信するっていうよりかは、もうなんか暇配信でもいいのかなってぐらい結構 したいなとは思うんですけど、使い方がまだ分かんないので。説明会はないかな。でも紙みたいなありますけど、まあでもめっちゃ少ないことはないと思います。私の配信は私全然やんないやんとは思わないかなと思うんですけど、え、コメントなしだったらマジでどうしよう。なんかね、どうしよう。あ、正月は予定何もないけど、簡単公演やるしな。ショールームやうまみとの違い、そうね、どうやって違いをつけたらいいのかな。まあでもモバメは結構私全然ツイッターとかとは違って、結構いろんな感情をね書いたりするんですけど、そう、あのツイッターとかとはね差をつけれるんですけど、あのこのね新しい配信では文字じゃなくて言葉にもできたらいいなと思うんですけど、全然弱気じゃないですよ。ブログはコメントできるんじゃなかったかな、確かできた気がする。もちろん写真あげますよ、まあ、そんな別に更新落とすとかはないと思うので、他の媒体のなんで皆さん他がおろそかにならないように、ちょっとコメントできた、ほらできるってやった。一個増えるだけで皆さんも見るのちょっと大変だと思うんですけど、ぜひ見に来てやってください。みんながチェックするのも大変そうだけど、で実もさ、モバメその12時までに送んなきゃいけないっていうのあるんですけど、そのモバメ12時っていうのがちょっと早すぎて困ってるんですよ。ほんと11時45分ぐらいに、あ今日無理だってなるんですよ。長くかけたい日とかにその時間制限あると結構きついんですけど、それは特に自分で出せるから、もしそのブログとか更新とかどうなんだろう、ポンって出せるのかはちょっとよくわかんないんですけど、写真とかのやつはポンって出せるので、遅れた場合そこでね補えるなと思って、ちょっといいなって思うんですよね。ルーモちゃん、ルーモちゃん、もっちゃんルームってことかな、もちもちルーム、もちもち。昨日はもまめをめちゃくちゃ早く送りました。朝に更新されるんやないと、いや0時過ぎに送ったらもうそれはあのアウトです。あのそれはあの対象外になります。なんか0時過ぎに多分送る人が多かったみたいで、その営業時間というものがあるじゃないですか。だからそのダメなんですよ。その何時から何時に送んないとこのメールは全部もう一回送り直しってなるので、そのモバメだからね、結構ねその日時がちょっとよく分かんなくなっちゃうんですよ。どうやって入るの、あのツイッターかインスタに私の、 あの宣伝が書いてあるので、そこのリンク飛んでもらえるとファンクラブに入れるので、そこで配信だったり動画だったり、そこでしか見れないものを見れるので、ぜひ
学生メンバーは確かにでもあれじゃないですか、あの世に出れる時間が10時とか9時とか決まってるじゃないですか。それは決まってるんじゃないか、私はもう学生じゃないので何時でも、あ12時越したらさすがにダメかな、あでもそんなことないか、インスタライブとかやってるもんな。まあさすがに3時とかは配信しないですけどね色々変わってる、マジ変わってる。最後に時間変えてほしい、ああね、もう場面ね、なんか書いたり書いてなかったりしてるよね私。てか見て髪ツヤツヤ、自慢の毛質です。私さすがにちょっと深夜はねあれなんですけど、まあこのあとねちょっとね何時にしようかな、17時18時くらいに動画出していこうかなと思うので、天使の丘見える、マジ？そう、私染めたことなくてまだ一回も、ちょっとからちゃっちゃなんです。ルームの配信はどうやってお知らせする、ツイッターに書きます、じゃあそうボーリング動画をちょっとアップするので18時くらいに、うん、もし寝てたりとかしたら本当怒ってください、今日中に絶対に出すので登録して皆さん待っててくださると嬉しいです。まあちょっとね新しい媒体増えて皆さんもちょっとついてくるのに大変かなと思うんですけど、私と一緒にちょっと頑張って攻略していきましょう。はい、ということでね、ランキングを読んでいこうと思います。どこや？これだ。違う。ちょっと使い方わかんなくなった。え？ちょっと待って。どこだっけ？ライブランキングこれだ。13位三十郎。ありがとうございます。合ってるかな読み方。12位高弘。ありがとうございます。11位伊藤ちゃん。ありがとうございます。生界隈。10位野原しんのすけのすけ、ありがとうございます。9位神戸の黒、ありがとうございます。8位金源桃香大好き、ありがとうございます。7位リゼル、ありがとうございます。6位ヒデ、ありがとうございます。5位角吉、配信ありがとう、ありがとうございます、見てくれて。4位ともちん、岐阜県ありがとうございます。3位カフェオレ、ありがとうございます。2位けんけん、ありがとうございます。1位じんくん、来年ももち倒し、ありがとうございます。嬉しい、タワーもありがとう、ありがとうございます。皆さんそうなんです、サイン目当てで加入してくださる方もいると思うので、面白い配信を心がけていこうかなと思います。まだ登録してないっていう方はぜひ一日でも早く登録してくださると、いろいろ情報がたくさん見られると思うので、そうですね、まあ、ちょっと迷ってみたら迷ってる方は登録してみてください。では夜にねそのファンクラブの方の生配信をしようかなと思ってるので、始める際はまた、ツイッターの方で出していくのでよろしくお願いします。ありがとうございました、バイバイ。チャンネル登録してね、ありがとう。バイバーイ。